見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。死刑休刑、不審死48人、大口病院点滴殺人事件、0人くらいやった、白衣の堕天使、久保木被告が女性取調べ官に、勘落ちして語った凶行から続く016年7月以降、入院していた48人の患者が亡くなった横浜市神奈川区の旧大口病院。そのうち3人の殺人罪に問われている、元看護師の久保木歩美、被告、34、の論告求刑公判が10月日に横浜地裁で開かれ、検察が死刑を求刑した。久保木被告は最終陳述で、死んで償いたいと思っています、と謝罪を口にしている。被告による犯行を証報した記事を再公開する。肩書き、年齢等は当時のまま、横浜市神奈川区の旧大口病院4階の終末期病棟。ここで016年7月以降、約3ヶ月の間に入院していた48人もの患者が相次いで亡くなる異常事態が発生していた。捜査線上に浮かんだのが、当時同院で看護師として働いていた久保木歩美被告、34だ。捜査が難航し、久保木被告逮捕までには実に1年9ヶ月以上かかった。その間に接触したマスコミ各社に対して、久保木被告は、疑われることに苛立つ、犯人を許せない、などと主張。しかし逮捕後、点滴に消毒液、チアミトール、を混入させて殺害したことを認め、逮捕、起訴された。事件発生から5年の時を経て、ついに初公判。1回目の任意聴取で、勘落ち、し、0人やった、などと自供してもいる。久保木被告は、自分が担当の日に患者が死んで遺族に説明するのが嫌だった、と動機を話した上で、0人くらいにやった、感覚が麻痺していた、と赤裸々に自供しました。しかしながら、捜査当局が罪に問えたのは3人。一人でも多くの被害者の殺人罪を認定したかった県警ですが、遺体が火葬され、血液も残っていないと本人がやったと供述しても立件はできません。全国紙事件担当記者、世間を震撼させた大口病院点滴殺人事件は、事件発生から5年の時を経て、ついに今年10月1日に横浜地裁で初公判が行われる予定だ。久保木容疑者が点滴にジアミトールを混入させて殺害したと認定された3人は、八巻信夫さん、当時88、西川宗三さん、当時88、沖津浅江さん、当時78。このうち、西川さんの妻が、現在の心境を取材班に明かしてくれた。